はいどうもピアキングです。今日はですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースト、シャープ LY マリオコース SMM1 ということで、このコースをするにあたって僕はめちゃくちゃ今テンションが上がってます。なぜだかわかるでしょうか皆様。それはですねデルルさんの新作なんですよ。イエーイまあ騒がしいやつは置いといてですね、謝罪しなきゃいけないことが一つあるんですよ。僕は今までテルルさんのことをテルルさんと呼んでました。初めてテルルさんのコースをした時にステルルって名前を間違えて言ってたんですよ。そこからずっとステルルさんって呼んでるんですけど、やっぱり名前はしっかり呼ばなきゃいけないなと思って、今後テルルさんと言わせていただきます。ということで本題に入るんですけど、説明文見てください。マリメ1のパーツで構成された騙しコースになっています。やられない欠陥を修正しました。私の騙しコースにやられない欠陥が必ずある気がするということで、それじゃあガバキングとしてそのガバを見つけていこうじゃありませんか。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 1.19%、まあ、今更だけどマリメ1の配信めっちゃしたいんだけどね。そしてこのハテナ、絶対ハテナだよ。いやハテナもハテナなんだけど、魚だよ魚だよって言いたかった。なんでこれ叩いた瞬間下に逃げるで魚が出てくると思います。どうだ、ほらハテナ出てた。結局魚だ。じゃあこのハテナ叩かない方がいいで、そのまま下に降りて進んでいこうか。そしてこのドッカー入れんのかな。骨の分際で邪魔しやがって。僕の必殺技で粉々にしてやろうか。必殺コインコインジャンプ、コイン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 。じゃあおとなしくこの土管まっすぐ抜けます。そしてここ上でしょう。左側に隠しブロック出てきたよね。右側ない感じ。この1個に引っかかったってか。さすがバスキングだね。じゃあこのキノコ取っていいと思う。わらと思うでしょ。これが正解そうでしょ。どう見てた今。このキノコ取るなってことで、じゃあここのハテナブロックは絶対叩いていいと思うよ。ここが、なるほど、ここでキノコが出てきて土管に入れるっていう感じで、じゃあ先にこのハテナブロック叩いておけばよかったな。これギリギリで取れっていう感じや。はださすが上手すぎたねテルルさんのコース。あのファイヤー取ったらいけないってか。骨格子ブロックはない感じ。じゃあ上に行ってみようか。左の四角怪しいぞ。この四角叩いてみますか。どうしようもないやんかこれ。なるほど、これ合ってたんじゃない。このまま右に進めるみたいな。邪魔くせじゃあここは右のハテナ叩かないで、最初にボム兵を出してブロックを壊せっていうことだね。そして右下見えます。僕は甲羅が、この甲羅を持って、なんでこれがあるのもうじゃあここは左向きに落ちてって甲羅を持つ。そしてどうしよう、投げるか被るか。投げてみようか。投げるのが正解なんじゃないか。はバカか俺は。じゃあ被るのが正解でした。ここで被ってブロックを壊す。でここでバネ、あバネは持てない感じか。じゃあここでどうしよう、一旦音符叩いてすぐ上に逃げる。そしてスタートってダメって言われたね今。ブブーって言われたの聞こえたぞ。下に投げるんだ。なんもないやんか。もしかしてスターを取らなかったら先に進めたのかな。このまま取らないで下に降りてみる。そしたら結局ダメやんか。わかった、パックンの裏にドアが見えるよ。あのドアに入れってことね。だってここでさ、左の小さい花に被弾してこのまんまドアに入ればよかったんだ。さあ進んでいきますか。ここは左に置いておこう。じゃあ次は四角の枠の中に追っておくよ。この枠ボムヘア当たんないのかな。射程範囲外ですか。やったなんだかんだね。さあ中間ポイント素直に取らせてくれるのか。よしよしよし、テルルさんはね中間ポイントは素直に取らせてくれるのが多いんだよな。さあここは上から行ってみます。こっちで合ってるのか。なんでどっか行ってっても友達じゃんか。なんでいつもそんなことすんだ。でさ僕思ったんですよ、このリフトの下怪しくない。絶対なんかあるよ。それじゃあこの場所に留まっておけばよかったんだね。キノコが降ってきたのがさっき見えたんだね。さあこのキノコで下に行けっていうことでしょう。そして地下ブロック下に降りる。また釈迦だ。次はあの釈迦に引っかかりましょう。どの辺で落ちてくるんだ。この辺か。早く落ちてください。よし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 。さあ進んでいきましょう。次はどうするんだろう。音符ブロック、今熱いんじゃない。今右を失敗してよかったんじゃない。左行ってみる。
こうなってたよきっと。じゃあ次はここなんだよな。音符上から叩くか下から叩くか。いつもさ下から叩いてミスってるじゃん。なんで上から叩きます。これでどう。くもさあとちょっとなのに。じゃあ上に行くしかないね。こっちは P スイッチ押せばいいのか。どうなる。そして何も変わんねん。どうすればよかったんだろうここ。次はこの音符ブロック下から叩いてみようか。下から叩いて上に行けば雲に乗って右に進めるっていう感じだね。さあ行きますか。これ何、一気アップか。この音符下のどかに入ればいい感じで。さあ行きましょう。次はどんな罠なんでしょうか。無理やっけどんなの。土管の左下に、なるほど、キノコが隠されてるっていうことね。こっから左上にキノコがある。なるほど。で、このキノコを取って進めっていうことか。で、一旦チビにね、ここに立って右にダッシュ。常に右にダッシュ。それでいいでしょ。熱々熱い。このボム兵が倒してくれるんじゃないの。よしよしよし。これ何？コインか。じゃあこのまま左に行くのかな。右は絶対ダメだよね。じゃあ、右なの？右で合ってたの？ブブー言われたよ。いや、まだワンチャンある。この唇植物、倒してくれ。期待させんな。この裏にベッドが隠されてる。そういうことでしょ。そして右に行けと。この果てはマネージャー。叩いてみるけど、コインなのか。コイン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 。じゃあここは急いで右までかっ飛ぶよ。そしてここ下、あ、入れた。土管が正解なんじゃないの。いや、熱い熱い。なぜなんだよ。テルズさんってさ、マジ天才じゃね。こんな上手い騙し方できる。じゃあここ一旦右に進んでったら何があるか気になるんだ。そこは知りたい気じゃないのか。じゃあここで何もしない。そしたらトゲソ振ってきて上の中間ポイントが取れるっていうわけで。じゃあこのまま下に行っていいのかな。まあ下に行くしかないもんね。右側も行けないから。でこれを持ってもう一回かぶっていく。これが正解なんじゃないの。頼む。熱々で、もう一回。たまに漏れる。邪魔しないで。でこのまま上に行ってどうしよう。くっそ。チビじゃないといけないってか。しかもここチビにもさしてくんねえしさ。じゃあこのドアに入るときはもうチビ状態のときに入っておかなくちゃいけないんだよ。そしたら次に進めるっていう感じでしょ。さあ行きましょう。でこっからジャンプしたらいけないよ。あ、ジャンプしてもいいのか。どっちだったっけこれ。踏めるんだったっけ。右から行けるんだったっけ。上から行って、いや、どうしよう、どうしよう。早く行けよ。じゃあ上から行きます。やばいぞこの光は。天に召される光なんじゃないか。あっつー。じゃあこれ下から行けるんだね。踏めるの。あ、踏めるんだね。そしてあのキノコもう信用しない。絶対に信用しない。こっから下に行きます。合ってる合ってる。そしてこれ。結局ダメやんか。くそ。いやでも分かった。この音符からキノコが出てきたよね。それをすぐに取る。そして右上に渡れるっていう感じか。このパネは何の意味があるんでしょうか。この下絶対のかあるよ。絶対にある。こんな引っかかる。でも行きます。何もないのか。なんで何も準備してないのよ。これはあなたは天才ですか。じゃあ左のバネはさ、勢いつかせるためにあったんだよ。このバネに反動で下に行く。そして右に渡っていけっていう感じだね。さあ下か右かどっちだろう。右行きます。こっちでいいのか本当に。はっ、くっそ。何このモメ。あ、下に入りたよ。このまま下で。何これ、死体球じゃないの。あ、でもモメ持ってるよ。モメでやられれば。ガマ発見しました。いい意味のガマ発見しました。いや、ここは身体機運転手としてしっかりこの身体機を吟味したいと思います。やったぜ、てるるさんの身体機じゃねえか。どんな感じなんでしょうか。楽しみにしてますよ僕。じゃあここは、あれ、どこに行けばいいんだろう。上かな。上に行ってこっちだよねきっと。そして
左側に行けっていう感じでさあ進んでいきましょう。なるほど、もう一回しろっていう感じで、てるるさんにしてはなかなか難しいの持ってくるじゃねえか。でここでもう一回左に行って進めるっていう感じで、どんどんこれバネの上に登っていけっていう感じか。そしたら上に台があるんでしょうか。まだ台が続いてるで、ね、厳しそうだぞここは。このタイミング、そして右に行ける、ナイス。そして右に行けばいいのか、ここで、で上の火に当たって終わりっていうことでしょ。きっとタイミングが重要だな。次で行きます。このタイミング、なんで今完璧だったじゃん。嘘でしょ、もう一回行けってこと。あ、なんか出してきたよ。まずい、トゲゾウが来てる。邪魔すんだって、待って、邪魔すんだ、邪魔すんだって、この支援耐久を。あのトゲゾウは無視していきます。あ、まずい、まずい、まずい、邪魔しないで邪魔すんだって。あんな偉くの僕認めません。ちゃんと自分の力でこの支援耐久を攻略してみせたいと思います。みんな待ってて、ちゃんと右上の火にちゃんと当たってみせるから。で、ここで一旦出しておくでしょ。やばい、また来たよ。せっかく一回出したのに、針だけは、針だけはやめて。クソ、いっぱい出てきてる。トゲゾウという名の。よしよしよし、待って、マジであの針だけに当たりたくないんだけど、頼めって、出しすぎ。待って、早く上に逃げなきゃ、トゲゾウにやられる。クソ、出しすぎでしょ。よしよしよし、トゲゾウが取りやすい。左に行くまで待っておこう。さあ、炎の場所までやってまいりました。次はきっちりあの火に当たるよ。次で行きます。ちょっと見ててね。こっか、なんでまた待ってよ、トキゾウこっち来ないで、頼めって。くっ、トキゾウから早く逃げなきゃ、やられちゃう。まずい、これはまずいんじゃないの。はっ、さっきと同じパターンだ。くっ、よし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 、早く逃げなきゃ。なぜもうトゲゾウを出さないで、その針はやめて、やめてってナイス、危ねえ。2個も出してくるなんてずるいよ、ブロックを。次はテレサにやられるっていうことね。こういうことか完全攻略だね。じゃあ次は右の扉に早く入れっていうことだよね。ここですぐ上バネが落ちてきちゃうもんね。さあ進んでいきましょう。ここはきっとあれだよ、この場所にフラワーが落ちるんだよ。なんでここに置っておく。くっ、待って、こっちが正解か。いや、何も取らないのが正解なのかもしれない。どうなる。あっ、熱々、どっちもダメなパターンなんじゃないの。そしてここでフラワーが降ってきたね。これは倒していいのかな。倒して上に進める。熱っ、このまんま進めばゴールがあるんじゃないのかな。じゃあ次は落ちない、ちょっと左に追っておけばよかったよね。このハテナは何だろう、全部いけ、もう次はすぐ土管に入る。ここで下押しっぱ、もうすぐ土管に入る。よしよしよし、頼む、ゴールよ、あってくれ、もうすぐゴールだ。だからバネー何もすんなってことかな。ここで何もしない、そして下に行けるってことか。取っていいのかな。やっぱ、やっぱそうしてくるよね超熱っ。この土管からファイヤーが出てきたよね。このファイヤーを取る、そしてパタ君を倒して進めっていう感じか。いや、どうしよう、ここは右に行っていいのかな。絶対このハテナ叩いてるパクが落ちてきそうなんで、このまま右行ってチャッカ回します。チャッカはできんね。じゃあさ、このオープナーに、じゃあこのハテナしかないよね。ハテナ叩いてみます。そしたらどうなる。ダブルハナじゃねえか。じゃあここハテナを叩くところまで合ってたんだね。で叩いてハナを倒す。何気いんのよ、ダブルじゃねえ。じゃあここ連打しなきゃいけないんだろうね。もう連打しておく、こないでこないで。よし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 、でこっからどうするかなんだよ。あ、こっからチャッカして右に進めるっていうわけで、チビになっておかなくていい。一旦、あ、チビじゃないと右に進めなさそうだね。どうしよう、ここは扉に入るか、ドアに入るか、扉を信用しない、上、あ、結局扉に入らされる感じか。それじゃあ進んでいきましょう。どうなる、
もう絶対ゴール近いと思うんだよな。手をしてすぐ左。あれ、もう一回扉に入れって感じかな。ちょっともう一回入っていい？そしたら、なるほど、ツタに捕まらない。けんのか。これ下に落ちるだけでしょきっと。じゃあここの B スイッチを押して、このドアに入って上を押しっぱ、そしたらツタに捕まって上に行けるっていう感じだね。ゴールはまだないの？もうそろそろゴールあってもいいよね。てれれもう分かりました。この P スイッチの効果が切れてから上に行けっていうことだと思うんですよ。なんでこの音がなくなった、あ、一旦この葉っぱ取っておくのが正解なんじゃないの。そして何もなくなってから行こう。ピヨンが今行く。そしたらどうなるんだろう。いや、ありありあり、こっから右に進んでゴールできるっていう感じじゃないから。今どうしよう、上から行く、下から行く、どこが正解なんだ。デルル教えてくれ。横から行く、横っ飛びで行きます。うん、やったどうもありがとうございました。皆さん、僕気になったんですよ、ゴールの右にある扉何なのか。ここで上から行ったらゴールできないんだよね。足場があるのが見えてる。そしてこの扉は何なのか。あれ、行けないね、こっちからは。あ、行けた行けた。この扉何なんだろうね。チェックポイント1に戻すっていうやつ。あ、いや違うよ、もしかしてこっちもゴールできるみたいな。さかなかゆー。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオスプラッターということで、一見難しそうに見えるんだけどクリア率が 2% ってそんなに低くないんですよ。ただピースイッチがあって、その横にゴールポールがあるんだけど、あれ届くのかなって思わない？まあまあやっていったらわかるんで、早速やっていきますか。スプラッターっていうことは早く行けっていうことだと思うんですよね。スプラッターの意味ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずピースイッチ踏んでみようか。ピースイッチを踏むと B ブロックがあるのか。この隙間から行けないから、この隙間からさ、空中クルリンで行けないから、ちょっと試してみていい？バスできてね。Pスイッチ踏んで P ブロック抜けて壁ジャンプみたいな感じかな。いや違うよね絶対。じゃあこのまま右にダッシュして P スイッチブロック抜けれないか試してみるね。きた見つけました。ということはさ、あの P スイッチブロックを抜けてしゃがみくるんでゴールできるんじゃないかな。多分そんな感じだよね。そして今気づきました、花があると思うんだけど、この花ジャンプの目印だよ。ここでジャンプすればきっと、ほらほら右に進めるんだね。なんて優しい方なんでしょうか。花のように美しい心を持ってるね、この制作者さん。でもむずいクリア率2%以上の難しさがあるよ。ここほんとね、ジャンプするタイミングが難しくて、早すぎるとこうやって上に上がっちゃうんだよね。でも遅すぎると下の針に当たっちゃうみたいな、完璧なタイミングじゃないとダメだね。でも僕はこのコースでベストタイムを取って本物のスプラッターになれませんまずタイミング見極めないけんね、遅すぎず早すぎずジャンプでしょ。やったいや、これはめっちゃ早かったんじゃない。これで僕が世界一のスプラッターだこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。